交通管理体とは、ネクスコ等の道路管理者のもとで、道路を定期または臨時に巡回し、道路の安全と円滑な交通の確保を図ることを業務とする組織である。名称は道路管理者によって異なり、巡視班、巡視担当、維持係等の例も多い。海外で日本の交通管理体に相当する業務を執行している組織としては、英国運輸省管轄、 道路庁の交通管理官が存在する。ネクスコ東日本管内を担当するパトロールカーステーションワゴンや SUV 等の車種に黄色や赤などの塗装を施し特殊機器を搭載したパトロールカーで巡回等を行い交通事故や故障者、路上障害物の処理にあたるほか、高速道路等では渋滞発生時などに渋滞発生中、追突注意などの注意喚起分を パトロールカーに搭載した電光掲示板で表示し走行する業務も行っている。中央分離帯や本線車道上に落下した路上障害物を除去する業務では、路肩にパトロールカーを停車させて二人一組で当たる。車両が時速100キロメートル近くで走行する本線車道上を3メートルから10メートルも横断するため、この業務には非常に危険が伴う。 横断時には交通管理機で走行車両に注意を喚起する。道路巡視中に路面やガードレール、照明灯、乗り面その他の異常を発見した際は、その状況を確認、記録して報告し、補修業務につなげる。また、一般道を管理する国土交通省地方整備局の国道事務所や地方公共団体の土木部門の巡視班等では、パトロールカーに、 レミファルト等の補修資材も搭載し、比較的軽微な舗装の亀裂や、ポットホール等を発見した際にはその場で、応急補修も行うことが多い。川溝蓋補修や、死傷草木の除去なども行う。車両は巡回車と標識車を保有する。一部地域では、自主救急隊として、救急車を配備している基地もあったが民営化に伴い、廃止された。交通管理隊の中に、 車限隊という部門を設けている場合もあり、車限隊はインターチェンジ等で、車限令違反等の法令違反車両の取り締まりを実施している。車両は緊急車両なので、赤色灯とサイレンが装備されている。また、道路維持作業用自動車でもあるため、黄色灯も装備している。パトロールカーの車種としては、トヨタランドクルーザー、ノア,アイシス、日産、 セドリック・サファリエル・グランド・キャラバン、三菱、パジェロなどの採用例がある。国土交通省では、環境への配慮から、国道事務所等の道路パトロールカーに、CNG とガソリンの Y イフューエル使用車や蓄電池、ガソリンのハイブリッド車の導入を進めている。道路維持作業車パトロールカーのほか、2トンから4トン程度のトラックを、道路維持作業車や標識車として保有している例が多い。 一部地域では自主救急隊を設け救急車を配備している基地もあったが民営化に伴い廃止された。各車両は公安委員会への届けで確認済みの緊急車両なので赤色灯とサイレンが装備されている。また原則的に道路維持作業車でもあるため黄色灯も装備している。その他サイレン、マイクアンプ、標識装置、業務無線、方向指示板、 コーンなどの規制剤、発煙筒、うき、スコップ、路面補修剤、油処理剤、薬品処理剤などを搭載しており、積載量は約 200kg にもなることもあることから、パトロールカーではサスペンションを強化しているものが多い。これらの車両については、道路管理者直営の場合は、道路管理者に帰属するが、委託による運営の場合、委託契約の内容により、 道路管理者が保有する車両を運営業者が対応、受けて使用する場合と、運営業者が保有する車両を使用する場合とがある。阪神、淡路大震災以前の道路パトロールカーの車種としては、主にトヨタクラウニア日産、セドリックなどの2500から 3000CC 級ステーションワゴンが採用されていた。しかし、震災後、 損傷した道路を走行できないという問題が生じた、他、積雪、凍結路に弱い、ひつい突時の乗員保護などの観点から、地上高の高い大型四輪駆動車の導入を進める事業者が増加した。ただ、すべての道路パトロールカーが SUV 型になったわけではなく、バンまたはステーションワゴンタイプの車両も継続して購入されている。 地方公共団体の土木部門の巡視班等でも、1500から 3000cc クラスの番、または、ステーションワゴンも引き続き使用されているほか、道路事情によっては、軽自動車が使用される地域もある。道路パトロール間の塗色については、道路交通法施行規則第6条の2で、例第14条の2第2号の道路の管理者が、道路の損傷箇所等を発見するため使用する、自動車は、 車体の両側面及び、後面の幅15センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとすると定められており、これに従った塗色の車両が多い。近年では、車体色を警察のパトロールカーに似せて、白色と紺色の2色に塗り分けたものも存在する、ネクスコ及び広島高速道路校舎など、 車限で取り締まりで隊員を輸送するマイクロバスは巡回用途でないため赤色回転等のみを装備したものが多い。首都高速道路では2007年の山手トンネル開通に伴い、道トンネルを含む特定区間を担当する特殊部隊、首都高バイク隊を設立。機媒と呼ばれる 400cc 級の自動二輪車を導入している。原則的に年度ごとの競争入札で決定される。 ただ、業務の特殊性、専門性から交通管理業務を熟知した既存の業者が落札、受注する例が多い。特殊性が強い業務では随意契約発注される場合もある。道路管理者によっては直営による巡視体制をとっている例もあるほか、道路管理者とは資本関係のない警備会社やロードサービス事業者などが業務を受注し運営する例もある。 国土交通省では各地方整備局の国道事務所などが維持工事や巡視業務を発注し落札受注した建設業者やロードサービス事業者が各国道事務所などの維持出張所の職員の監督下で実際の業務を行うことが多い。ただし緊急時や特定の曜日、時間帯などは国交省職員も巡視を行うことがある。 この国土交通省の業務の場合、道路パトロールカーなどの自動車や設備は、国土交通省の各地方整備局の担当事務所が保有するものを、受託事業者が借用し年度末に返納する。交通管理職員の階級故障は、事業者によって異なる。ある事業者の例で見ると管理長、管理庁、管理庁補、主任長、主任、主任補、隊員となる。国土交通省では、 各地方整備局の国道事務所など、維持出張所の出張所長と管理係長が、巡視業務を監督する。ありがとうございます。